本番が始まります。武蔵のつわもの一の音は本日の大将馬出しの馬目を中央に進み出て馬上で一礼をして馳せます。的中すると的奉行の指示で三割役が体を上げて一騎役に的中を報告します。猪俣を的中。今日の大将、森殿、二の的、三の的、的中でした。二の糸は、その間の馬追いの強者が走ります。的中すると、的奉行の指示で、最上げ役が才を上げて、日記役に的中を報告します。日記役は兵振り役に対して指示を出し、皆様に当たりを知らせめるため、歩兵を大きく振るのが伝統となっております。扇が帰りました。二の射、菅野殿、馬は白星です。扇が帰りました。三の射、鈴木殿、馬は勝豊丸です。入りました。四の射、松本殿、馬は日の丸です。岩でいては今年8月栃木県の佐野市のやぶさめで初陣しました。
扇が帰りました。五の射手岩出殿、馬は木曽富士です。一の的的中。扇が帰りました。六の射手長峰殿、馬は黒隅です。落ちました。お受けが帰りました。7の射手、今日の副将笠原殿、馬は牛若丸です。ババ松本殿、馬は日の丸。
って岩手殿、馬は木曽富士。徳のいて長峰殿、馬は渋住。奈良のいて京の副将笠原殿、馬は牛若丸です。一の受けは北条氏子に利用した京の大将森殿です。北条氏が着用してたと思われる日たるたれに日ごてを着用してあやい傘をかぶります。伊手たちは馬場元に戻り2層目の準備を行います。